この動画では農協組合じゃない僕から見た農協の魅力を3つ語ってみます。僕は農協組合じゃないので忖度する必要は全くありません。どう考えてもとてつもない魅力でしょう。そう言い切れる話から農協が一番安く買えるものがあるって知ってますでしょうか。はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。早速ですが今日は農協組合員じゃない農家から見た農協の魅力の話です。僕から見た魅力を3つ話してみます。初めに言っておきますが、僕は農協組合員じゃないので忖度する必要は全くありません。結論を言ってしまえば農協にはしっかり魅力があると僕は思ってます。でも世の中では農協イコール悪、なんかそんなイメージありませんか。僕の経験からするとそう言ってる方っていうのは農業をやったことない方、まだ農業界に足を踏み入れてない方がよく言ってるように思います。まあ、そんな方がそう言ってるのはなんかフェアじゃないですよね。2年間農家をやってみた僕が好き勝手農協のことを語ろうと思います。それでは行ってみましょう。まずはじめに、これはどう考えてもとてつもない魅力でしょうって、まあ、そう言い切れる話からスタートします。これはものすごい魅力なことなので無視せずにしっかり考えて自分の方向性を出した方がいいって僕は思います。それは何かというと量を取ってくれることです。これは農家をやってみないと本当の意味ではわからないことかもしれませんが、農家にとって一番大事なことは量をさばくということです。もちろん少量多品目でやっている農家さんもいると思いますので、これが一番じゃない場合もあると思います。それはもちろん分かってるんですけども、それでもなお量を取ってくれることは一番大事だと、僕はそういうふうに言いたいです。収穫の時に大量に取れる農作物をしっかりお金に換える、これは農家にとって生命線だと僕は思うからです。農協組合員じゃない僕は細かいことは分かりませんが、僕の知ってる限りで言うと、きちんと決められた基準や品質、そういったものをクリアしていれば基本は農協には取ってもらえる、そういうふうに僕は聞いてます。多少違うかもしれませんけども、大体合ってると思うんですよね。これはものすごい魅力ですよ。規模が小さくてもピークの時は本当にすごい量取れますからね。収穫したものをどんどんお金に変えていかなきゃいけない時にしっかり量を取ってもらえる、これは本当に大事なことです。この重要性はこれから農家を目指す方には忘れてほしくないなって、そういうふうに思います。他にも魅力がありますよ。規模が大きくなればなるほど収穫はものすごく大変になってきます。時間的な大変さだとか体力的なものっていうのはありますけども、やはり今問題になるのは人手の確保ですよね。人を取るのは本当に難しい、そういうふうに僕のエリアでは言われてます。でも農協さんだと希望すれば収穫を手伝ってくれるパートさんを連れてですね、収穫に来てくれる、そういうふうに聞くんですよね。もちろんその分手数料も払うんだと思いますけども、でもそれでもなおメリットあると思うんです。自分でやるとなると必要な人材を募集かけて自分で採用する手間もかかりますよね。もちろんお給料のお支払いとかも自分でやらなきゃいけない、そういったものを手数料払うとはいえ農協さんにお願いできるとしたら、大きな規模になればなるほどそのメリットってあると思うんです。こういったサポートを受けれるのも農協ならではなんだと思うんですね。次に買い物です。ここでは農協のショップは農業界のデパートですっていう話をします。僕は家庭菜園を楽しむお客さんと一緒に一般のお客さんとして農協のショップをよく利用してます。農協のショップで何度も買い物した上でその魅力を語ってみたいと思います。まず農協のショップの最大の魅力は農業に必要なものが何でも手に入るということですね。農作物をプロレベルで栽培する上で必要なもの、種や苗とか、あとは肥料や堆肥、あとは農業資材や農機具、こういったものすべて買うことができます。本当にたくさんのものが売ってますし、なければ取り寄せて購入することもできるんですね。そして専門的な知識が豊富なスタッフがいることも農協ショップの魅力です。今困っていることやこうしたいんだよなとか、他ではどんな風にやってんだろうですとか、いろんな質問することができます。困ったら農協のショップに行けばいい、これは僕のような初心者農家には本当に大きなことです。値段はというと、基本的には高いです。ですから僕は農業界のデパート、こんな表現をするんですね。デパートも品揃えはすごく豊富ですけども、基本定価販売ですよね。知識や経験豊富なスタッフが各フロアにいる、そんな感じです。ただ農協の場合は組合員になれば組合員価格で購入することができるので、組合員の方は安く購入してるはずです。じゃあ僕はどんな時に農協ショップを利用してるのか、
まあ、そんな話をします。僕はですね、農業資材とか農機具買うときに Amazon とか楽天結構使うんですよね。でも Amazon や楽天では購入できないものもあるんです。まあ、売ってないんですよね。この Amazon や楽天で購入できないものっていうのはモノタロウで売ってたりもするんですけども、モノタロウは少額だと送料がかかってちょっと高くつくことあるんです。また僕は北海道で農業やってますから、納品されるまでに少し時間がかかるんですよね。まあ、こういう時には農協のショップにさっと行って購入してます。すごく便利です。あと僕は使う堆肥、これはですね、もう銘柄が決まってるんですね。でこの銘柄は農協のショップでしか買えないんです。ですから春先の堆肥購入の時は必ず農協のショップを利用させてもらってます。最後に値段の話をします。農協が一番安く買えるものがあるって知ってますでしょうか。何でも高いばかりじゃないんですね。これは近所の農家さんから教えてもらった話です。それはですね、多くの農家さんが使うような一般的な肥料、よく売れてるものですね、まあ、こういったものは農協で買うのが一番安い、まあ、そういうふうに言われてます。これはなぜかというと、やはり何のかんので農協さんから物を買ってる農家さんというのはとても多いので、仕入れの量が桁違いなんだそうです。まあ、農協には多くの農家さんが組合になってます。まあ、その中にはとてつもない大きな農家さんもいらっしゃいますよね。その方々に販売している肥料や堆肥を調達するわけですから、確かにこれはすごい量なんだと思います。まあ、その分価格を抑えてくれるというわけですね。同じことはちょっとこだわった肥料を販売している専門業者さんも言っていました。ダイロットで動くものは農協が一番安いよって。だから専門業者さんはこだわって作られている肥料みたいなものを取り扱うんですね。農協では取り扱わないものを取り扱って専門業者さんの地位を確立しているわけです。まあ、こうやって存在意義を発揮してるんですね。まあ、ふと思ったんですけども、もしかするとその地域でよく取れる、まあ、いわば特産品のようなものですね。その特産品関連のものっていうのはいろいろ安く買えるのかもしれません。まあ、例えば種とか苗とか、なんか栽培する上で広くいろんな農家さんが使うようなものですね。仕入れ量が多くなれば多くなるほど価格が抑えられていくんであれば、まあながち間違ってないんじゃないかなって、そんな風に思います。プロにとって栽培とはビジネスなので、仕入れ値を考えた上で品目を選定する、まあ、こういう見方があってもいいかもしれません。この辺の話は実際農協組合の農家さんの方がはるかに知ってると思います。農協活用術的な話、僕もすごく興味があるので、ご存知の方シェアしてもいいよという方、ぜひコメント欄からお願いします。というわけで本日は農協組合員じゃない僕から見た農協の魅力を3つお話ししました。この動画がちょっとでも良かったなと思った方、ぜひ高評価ボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さようなら。